いちこです。今日は2022年3月19日土曜日です。高松市の天気は曇りの予報ですが、午後2時ごろには雨が降ったり止んだりしています。周りの畑にはモンシロチョウやモンキーチョウが数匹飛んでいました。木蓮が満開です。八重椿も咲き始めました。少しですが動画を挟みますね。今回は春日川の土手に綺麗な水仙が咲いていましたので、動画の途中からですが、水仙をいつものようウィキペディアの記事から読み上げます。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。水仙属、出典フリー百科事典ウィキペディアより。この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索、水仙属、ニュース、書籍、スカラー、 CI2、 J ステージ、 NDL、 ドリブ JP、 ジャパンサーチ、 TWL、2015年5月。水仙属、学名ナルシスは彼岸花科の属の一つ。この属には日本水仙やラッパ水仙など色や形の異なる種や品種が多くあるが、この属に含まれる植物を総称して水仙と呼んでいる。競技には学名ナルシス・テージッタやその変種である日本水仙ナルシス・テージッタ VAR チャイナシス語水仙ということも多い。しかし本記事では特に明記しない限り、水仙を水仙属の総称の意味で用いる。日本語の漢字表記は水仙。名称、和名水仙という名は中国での呼び名水仙を音読みしたもの。中国で名付けられた漢名の水仙は、仙人は天にあるを天仙、
地にあるを地仙、水にあるを水仙という中国の古典に由来する。水辺に育ち、仙人のように寿命が長く、清らかなという意味から名付けられたとされる。別名に雪中花、雅楽。方言では秩露、金出花、金出、シーセン、春玉などの呼び名がある。俗名であるナルシスという学名は、ギリシャ神話に登場する美少年、ナルキッソスに由来する。ギリシャ神話によれば、ニンフのエコーは愛する美少年、ナルキッソスに振り向いてもらうことができなかったので痩せ細り、声だけの存在になってしまう。エコーを憐れんだ女神ネメシスは、池に映った自らの姿に浸水しているナルキッソスを水仙の花にしたという。形態、生態。多年草で、冬から春にかけて白や木の花を咲かせるものが多い。草丈は品種環境によるが15から50センチ程度である。全体に有毒。地下に輪茎があり、茎は黒い外皮に包まれた輪茎の内部にある。そのため切断しない限り人の目に触れることはない。葉身は若干厚みがあり扁平で、やや幅広く細長い線形で、艶消しのような表面をしている。開花期は12月から翌年5月頃の間。葉の間からつぼみをつけた花茎が伸び、伸びきるとつぼみが横向きになり、成熟するとつぼみを覆っていた包みを破って花が開く。典型的な水仙の花の場合、子髄は1本、有髄は6本。6枚に分かれた花びらと、中心に筒状の花びらを持つが、6枚に分かれている花びらのうち、外側3枚は萼であり、内側3枚のみが花びらである。2つを合わせて花皮片といい、それ以外に中心にある筒状の部分は副花冠という。花皮片副花冠の形状と花の付き方により品種を区分する。花は花茎の先端に数個、三条につき、良い方向がある。分布。原産地は主にスペイン。ポルトガルを中心に北アフリカまでの地中海沿岸地域、アジア中部まで広がり、原種は30種類ほど知られている。また、園芸用に品種改良されたものが広く栽培されている。日本においては、日本水仙が古くに中国を経由して渡来したと言われている。分布は、本州の関東以西の比較的暖かい海岸近くの湿り気のある場所で野生化し、群生が見られる。越前海岸、福井県越前町の群落が有名であり、福井県の県花ともなっている。群生地。日本においては夏季のものが有名である。奥久連水仙郷江月水仙ロード、千葉県阿波郡鋸南町江月。12月下旬から2月初旬。越前海岸、福井県越前町、12月下旬から2月下旬。爪木崎、静岡県下田市須崎、12月下旬から1月下旬。灘黒岩水仙郷、兵庫県南淡路市、1月中旬から2月中旬。立川水仙郷、兵庫県洲本市、1月中旬から2月中旬。野母崎、長崎市。以上で、途中までの読み上げは終了いたします。続きは、機会があれば後日読み上げ予定です。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。